お腹空きすぎたらもうなんかもう、うーうーうーってなりませんか。お寿司どうしよう。お寿司私が食べる。うちらで食べるやんな。はい、食べたい。上だけ食べようかな。もう危険を感じたらいいね、食べます、ね、タンパク質やん、うん、うちらで食べるやんな。食べます、ね、こんばんは、ね、あ、みなさんこんばんは。こんばんみ、って言ってた。ありがとう。うーかからの差し入れ、きびだんご。そう、岡山の。ありがとう。ちょっとうーかもこれがいいな。これ？あ、うま。ごめん、前ごめん。ありがとう。ありがとう。あ、ストーリー見たよ。タンパク質。お刺身タンパク質。いただきます。初めてこんな感じした。あ、よかった、それなら喜んでくれたなら。よかった、こんばんは。遠くからだったら分かんないぐらいの久々やのツインテールです。いや、ほんまにな。のはい、ね、久々だね、久々久々だね、レイコ寝てくれてるの。寝てくれて寝てくれて、ありがとう。連絡ありがとう。めっちゃ立体的な髪の毛、確か。あのだけ、あ、違う妥協で飼ってるってです。もうみんなの声わかんない。でもなんか可愛いみたいな。本当に今日本当にね、聞こえた皆さんの声が。正直だからあの本当に最後の曲になります。が2年半前は皆さんからいただく嬉しい一つの声援の嬉しい声援の中の一つだったんですけど、なんか今日聞こえた。だから変になんか間開けてしまった。誰がいても伸び伸びし、ハッピーのインスタライブ見てガルベ買ってあげた。ありがとう。マングラしないと。あ、カリンもしないと。みんなもお寿司食べてた。うん、そう、妥協ロムアンドのこれ美味しい、ね。あ、ごめんなさい。レイコはそういうツインとかが似合うね。本当ですか、うん、あと黒髪がいい。あ、わかるわかるわかる。いや、あのね、うん、染めようか悩んでて。あ、そうなの。何、まあ、言いたくない、ないしょ。黒髪似合う。黒髪のそういうなんかちょっと私ぐらい。いや、違う。なんていうの、 もっと違うよ。私色落ちない。全然私したことあるよ。ない。なんかね、ブルーじゃない、似合うロングで。違う、本当ですか、うん、どこで話せばいいか。伸ばしたもんな、髪の毛。はい、髪の毛頑張って伸ばしたもんな。どんな色にするんや。それがいい。なんか可愛い。あ、一回なんか飽きて、うん、飽きたの、この色に、うん、髪の毛長さは。あ、もう伸ばすんですけど、うんうんうん、一瞬だけ。え、それ全部、うん、あ、でもそんなあれやで、そんな何、あ、濃くはない、うん、わからん。もうでもあの飽きてるわ。マジで、やってみようかなって。うーん、新しい。はい、私は黒をおまつらにしているから、うん、お、お、意外な。のケータリングはね、食べました。いただきます。美味しい。はい、音はこのきび団子もう3つ平らげました。早いです。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日でしたっけ。何いらん、食べる。ゆうちゃんが食べるの。やばいですね、うん、食べた、お寿司一緒に食べたもんな。そう、みんな、ね、だってウーカお仕事だったもん、うん、あ、彼も待ってたのにな。ありがとうございます、うん、アルバム発送メール来て、明日発、もうあれですね、届くから明日届く人もいるじゃないですか、火曜日って。褒めてもらう。何がアルバム、フルアゲ。あー、そっか、何番とか分からへん、ね、あの曲、いい曲。今さら、今さら道頓堀ね。尊いね、マジ。ゆうちゃん、聞いてください。ハートご役ありがとう。明日フラゲ美味しいですか。
わマンクーズや吸い込まれていくうわぁ可愛いな可愛い子だわそう食べながらだこの前ちょっと食べにくいので読んでもらってもいいですか、はい、一緒に食べたもん、ね、食べましたねお寿司デートしたもんねあれお寿司デートだったんですかいろいろ今日毎日嬉しかった私もいろいろデートでしたいろいろデート最終力の衣装も見に行ったもんなですねチェキも届くってうんどれもでも可愛かったです、ね、何のだって、うん、あ、ね、事前登録みたいなしてくれた方ユニバースのあ、うん、うんうん、広告もね出てるみたいで心斎橋だったかな梅田とかいろんなとこにあるみたいな今日も幸せだったおじいちゃんも、うん、お腹すいたあエビあげようかあ、いらないじゃあガリあげようかガリ好きやけどちょっとエビあげようかやって食べるエビ食べる食べるってエビエビ、うん、エビ食べたいあげるやったーあーしてあげるあーいやあ尻尾ついてるようんあごがあります私には何をくれんのうんじゃあにはじゃあタコいいよ食べるあカニあげるうんあだじゃあにはカニあげるうまいじゃカニにカニあげまーす あと何個かあったかな。猫ちゃんどれ食べたい？でももうほぼ落ちてなかったです。ないないない。タコは？何好きやったっけ？それ以外です。え？マグロ？マグロめっちゃ食べてたな。はい。マグロあげるわ。髪染めました。グミ食べた今。グミとお寿司はちょっと相性良い。泡カラーの発表されたんですけどね。なぎささんとなぎこじで泡カラーのガリ欲しいあげようリーザ泡カラーはいあー泣くなんで言うから確かにみんなに分け与えて泣くなるわ、うん、そう無理しお知らせ、ま、第1弾なぎこじを仕事をしてさせてもらっていますお寿司を食べてたこ焼きも食べたもんな、うん、食べた今日だからいっぱい食べてますねなんかお菓子も食べたもんなおいしいやーずっと食べてますあそう、ね、YouTube もラブラブしてる本当だ私も負けないようにこっちはやめときましょうこっちはこっちはやめときましょうラブラブしてるんですよこれは、うん、YouTube はちょっとあのなんていうの審査みたいなのが必要なんですねあれ更新するまでにそれにちょっと時間がかかっちゃってもういけるんですけど明日にしようかなってやばその体勢何それ見てこの差思います明日なんかすごいのすごい形であなんかすごい何ですかナンバーワン分からへんやっぱ私ナンバーワンやからナンバーワンなんでクマクマっていうかパンダなの分からへんパンダがなんかこうやってやってるくれたパンダ色見てパンダ色パンダ色確かにモノクロのすごいナンバーワンすぐ乾くしカバンに入れても荷物慣れへんしめっちゃいい今日公園入ったありがとうございます素晴らしい、うん、やった嬉しいだって結構履いてくれてますよね、うん、そんな嫌そんな嫌かちゃんと緑を入れましたありがとうあナンバーワン来たナンバーワンありがとうございます何のナンバーワンなんだろうこれはイベントまたなんかあるんだなホワイトデーのイベントだよって写真に来たありがとうラブラブあーなんかありましたねできたら頑張れるなと思って来てあれですかそんなあのイラン、うん、イランつなんていうのかなレクちゃんリクエストイランリクエストでもないいつかできんくなんでんでこういう一瞬一瞬を大切にしないとわかるいつ私がなんか深いようななるのかわからないいつ何が起こるかわからないなんかこの一瞬一瞬を大切にしないと後悔するね、はい、あの時ミムさんとラブラブしときゃよかったな思うかなラブラブしときゃよかったって思うかな思わんのご飯行っとけばとかねそう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 だってカリンちゃん全然誘ってくれへんもんあそうですねお互いですねそれは
ね、誘われ待ちですよね、2人とも、ね、同じタイプです、ね、NMB48 は仲がいいですねってきました、はい、仲がいいです伝わったようで何よりです。でも劇場公演で見るとさらにいいですよ、そういい関係性が本当に。トジリンさんは羨ましいですって、うん、こうやってもできひんと思うな確かにね、やろ、それは確かにそうですね、やろ、はい、そりゃそうですよ、やろ、うん、ほら、そりゃそうですよね、え感触だけでも伝えましょうか、感触、感触どんな感覚なのか、じゃあ、すごい、あのおっぱいがでかくておっぱい当ててへんやんか、まだ全然当ててへんやん、適当ですね、本当にそうですね、今日の MC 面白かった、うん、あ、よかった、よかったです、ダン、ダンがごちゃごちゃ、劇場ありがとうございます、来てくれて、劇場で初めてダンやりました、あ、そうや、ウーカ、うん、緊張した、よかった、もうなんかね、次からコール解禁、本番楽しみ、お、緊張しました、おめでとう、ちょっとそわそわしちゃうかも、素晴らしい、あのありがとう、あのさ、この始まる時にちょっとあの客席がふんって暗くなるじゃないですか、その時ってなんかいつもおぉあーって言ったからおばあちゃん、確かに確かに、もうかりん今日そこからあの空耳が聞こえてました、マジで、はい、本当にコール聞こえました、マジでと思ったらレイコでした、はい曲中もあってんな、そう、あの今日本当にあのおばあちゃん始まるあのステージ裏でも、うん、あのえもう彼の頭の中にコール聞こえるって思って、うんうんうん、もうほんと空耳聞こえてたの、はい、ふと見たらレイコだった、レイコはずっと言ってた ね、で今曲中もなんかあーとか、うん、よっしゃ行くぞとか、なんか聞こえるから、うん、もう聞こえる彼の耳の中にって思ったら、うんうんうん、ゆうみさんでしたみんななんかそのなんかちょっとだけなんかなんて言うんですか、その騙すのやめてください、騙してないよ、うん、あんたよそれ、騙されてるだけ、騙されてるだけや、クレームはいつから解禁なん、まだね決まってないね、はい、なんかね決まってないのか、発表されてないですね、私たちは三日なの生誕だったかな、10日の、うん、10日、あ、じゃあ12や、12、10日ナンバライティですね、うん、あ、じゃあナンバラでは感じれるんだね、もうそうですね、うん、そうなんですよ、ダンシングハイのハイも楽しみだって、ダンシングハイもハイって言ってもらえるんだ、確かに、ダンシングハイハイハイってこと、うわー、うん、なんか新しい、なんか正直私たちの方が新しい発見が多そう、確かに、ここでコールあるんだとか、うん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 、確かにな、うわー、なんか、あの、何でしたっけ、夢中人とかもね、あのみんなで結構メンバーで言い始めたことってあるじゃないですか、ね、なーぎちゃんとか今日やったらうーちゃんとかね、ビーハッピーだけ出ていい、そういうのもなんかこうファンの人とできるようになるのかなとか、そうやんな、嬉しいよね、めっちゃ夢中人でなんか掛け声してるのって聞こえてますか、あとグローリーテイク、あの挑発のヘッドバンね、あ、やってほしい、はい、カインたちがだから皆さんを煽るんですね、そう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 、これからは、そうそうそう、あ、パワーくん、じゃあみんなファンの皆さんの声援の熱量によって彼あのど真ん中でこうやって気持ちよく踊るやつのあのレベル変えますね、ちっちゃかったらもういや分かりやすい下で分かりやすい、よかったらもうやば、分かりやすい、かっこよく決めるあなたね、あそこね、そ後ろに変化するやつ、もう笑っちゃうからやめられていくのにしました、3年やな、やっと私は3年ができるよ、ニコニコで逆にやってみました、ゆうみさんは逆にファンの皆さんに顔が見える方向でこうやってやってるから、だからもう余計にやめてほしいわ、こいつはいっぱい特殊なコールがあるから、ゆうみんが2期、私ファンの皆さんとヘドバンできる日もいつか来るかもしれないです、ね、あ、いいなみんなでせーのめっちゃおもろそうだけど、ちょっとさ控えめな人はさ、うん、かわいい、それはそれで嬉しいよ、ね、やってくれてるだけで、でもなんか今日あの公演だしの前の公演やったやんか、ね、うん、次来た時に言いたくなるようにめっちゃヘドバン頑張った、ああ確かに確かに確かに、私はずっと言いたかったから、わかる、うん、なんか遠いから楽しみ聞いてないって感じ、ほんまこじりんな、めっちゃ好きだ、人の話聞かへんね、
聞いてこじり。はい。だって今日何回やった？いやマジでちょっと本当に今日は聞いてなかった。いやほんまにちょっとルームス取ったんで私たちの。ルームス。ルームスなの。あルームスか。ルームスのあの動画裏の動画撮ったんでマジ編集して載せるんで見てください。いやもう本当に聞いてなかったです今日は。マジで。いやでも正直ちょっと私はいや仕事してたから。いろいろね、予定がやらなきゃいけない。仕事する前に何回かあったやんな、普通に喋ってる時もありましたっけ。あったよ、いろいろあるんです。こういうやり取りをずっとしてました、公演前から。でこうなカメラ回したりカメラ回したりさ、うん、うちらな面白くないしね、面白くないし真面目な話しちゃうし。レイコちゃん画面で楽しんでるの。遊びに来たよ。ありがとうございます。ダンス名人の石田ゆみさんで、今日めっちゃ挑発が、おい聞こえたって。うわよかった。あ、もうされてた。何、うん、なんかすいた。自己紹介のね、キッズフレーズの動画前とかじゃないですか、うんうんうん、あれ手拍子バージョンやったから、あー、改めて撮りたかったのに。ゆうかさんツイッターのアミアヤのお風呂上がり可愛かったでしょ。もうたまらんよ。もうあのアミアヤ大事に育てると心に誓った。マジで可愛い本当に。今日もね会えたんですね、アミちゃんに。マジで可愛い。ほっぺたが赤いんですね、天然チークみたいな。赤ちゃんなんです。本当にさっき生まれたよねみたいな顔してる。確かに本当に可愛い。みーちゃんこんばんは、お疲れ様です。もたまらん、お母さんになっちゃう。私お母さんになってます。公園中かりんちゃんの後ろを向いてる時の顔がいつも気になる、うん、確かに見えないですもんね。見えないところでやってるもん。手を上げてへんから終わってるんのいかと思いました。もう食べちゃいそう。でもねココナーを思い出して。ゆうみさんって本当にねそういうとこあるんですよ。どういうこと。あそこから、ここはないじゃん。なんかなぎささんとかもさ、ゆうちゃんなんでそんなお腹出してるのって。いや出してんねん。全部それで返す。そうそうそう、ね、でもみんな触れたくなるっていうことは気になってんねやろなって。なりますよそれ。なるやろそんな出してたら。だから出していこう。これからも変わらず出していきます。いいと思いますよ。じゃあそろそろ終わりたいと思います。え、10分だった。うん、経ちました。皆さんまたあのゆっくりやりますね。何グラもするので、10日まででしょ。じゃあランキング発表します。13位、13位ふみかちゃん、12位せりちゃん、11位のはらしのすけのすけさん、10位ゆずちゃん、待って、10位ゆずちゃん、9位ゆりりん、8位ともすけ、7位ジュニアさん、バイバイジュニアさん、6位くるみちゃん、5位ゆき、4位りーちゃん、3位まきちゃん、2位たいきちさん、1位りょうたろうくん、ありがとう。ペコリありがとうございます。ペコリしました。あ、ペコリ、はい。じゃあ何に終わるん。そう、ちょっとね、15分経ったし、さあ、知られます。みんなありがとう。9位、ちなっちゃん、8位、ふりかん、バイバイ。7位、まおちゃん、6位、きのぴおさん、ありがとうございました。4位、しゅうかちゃん、3位、きーちゃん、2位